どうも、たまたまラザーです。兄のよしです。青森山田優勝しました。いやー、しびれましたね。この試合はですね、 YouTube ライブでちょっと生配信解説をしようかなって思ってたぐらい注目してた試合で、ちょっとね、機材トラブルのせいでできなかったんですが、しっかりね、バーチャル高校野球は見させていただきました。いい試合やったなー。関くんエグすぎるな。もうそれに尽きた試合だし、いろいろ初回序盤はごちゃごちゃありながら、聖愛が6回裏までですね、1安打で2対0で勝ってる。で、青森山田が7安打ぐらい打ってんね。っていうなんかね、カオスなスコアの状態がずっと続いてて、っていうところをね、ちょっとね、今日は解説していきます。青森山田、本当におめでとうございます。僕の友達もね、あいつバッティングええな、いや、なんかようなってるわ、あんな感じじゃなんか、春はね、もっとね、もう雑かったんですよ。勝負強いな。勝負強さやっぱ俺譲りですね。聖愛はね、序盤もっと点取らんと、あんだけ大チャンスもろてんねんから。災害や火災からあなたを守る消防設備、私たちにお任せください。日々の点検は安全への第一歩、防災通信工業です。関投手なってっていうか、まあ、あの 1、2 回ですよね。もう一番点取らなあかんところで、両方とも最少失点に抑えられてしまったというところがちょっとね、範囲厳しかったところではないかなと思いました。まずね、試合が動いたのは2回表聖愛の攻撃ですね。じゃあノーアウト1、2塁からピッチャー関投手に交代して、ノーアウト満塁になり、ノーアウト満塁のチャンスで、まあ、結局1点しか取られへんかったんですよね。これが痛いのよ。もう1点あってみ、もう1点取ってみ。ここでやっぱノーアウト満塁、2点は取れるようなその作戦を立てないと、関投手もね、絶対に変わりっぱな、その2回から変わるなんて絶対思ってないはずやから、準備できてない状態での関投手なんですよね。で、そのエグすぎたんがですね、まあその桜田投手がから交代したんですよ、関投手にね。もうこれはね、もう何があったかわからん。もう監督に聞いてくれ。これはもう俺はわからん。これは何があったのかもう知らへん。もうここにはあえてもう触れません。決勝戦なんで、もう夏の決勝なんでね、春やったらボロクソ言ってたかもしれないですけど、もう夏は触れない。で、あの関投手が変わりっぱな、絶対準備できてないのに150バンバン出してたんですよ。でもまあ見た感じはだから、あ、そんな出てるかってぐらいの球速表示やったんだけど、150、152キロまで確かこの回出てたんじゃないかなってぐらい、もううなってたっすね。えぐい、えぐい、ほんまにえぐいっていうところが見れたっていうのと、まあ聖愛は大チャンスでね、1得点っていうところが痛すぎる。で、まあ関投手がね、もうこっから無双します。もう打たれないんですけど、青森山田の攻撃がですね、5回まで毎回チャンス作ってんのに全然噛み合わへんねん。ほんまにここまで噛み合えへんかってぐらい噛み合わんくて、ピンポイントで言うと、そう、点取られた後の回ですかね。点取られてすぐの、2回に点取られ、2回表に点取られたんですけど、3回裏の山田の攻撃、先頭バッターが僕の友達なんですけど、3番バッターでね、センター前ヒット打って、結構深い位置にセンター前ヒットやったんで、2塁突入を狙って2塁タッチアウト。これ先頭バッターね。これ止まってればこの回得点入ってるんですよ。ただあれは俺でもゴーしてるってぐらい深い位置で取ってたし、センターがもたついてたからね、あれはゴーやわ。あれアウトなってもしゃあないねんけど、しゃあないねんけど、あれアウトなるかって感じのプレーでしたね。で、その後だからこの回も2アウトから2連打で、チャンスは作るんだけど、2アウトからのチャンスなんで無得点に終わってしまうんですよ。5回裏もね、4回裏も5回裏もチャンスがあって、5回裏に関してはあの4番バッターのね、2打席連続ホームランかな、あの原田くんっていう怪物いてるんですけど、その子がね、最終チャンスでレフトフライで終わってしまったんですけども、フェンス手前まで飛んでたんやけど、あれな、風なかった入っとんねん。絶対入ってるってぐらいしっかり捉えれてたし、逆風エグすぎるよなってな感じでね、ほんまになん
なんかもう青山田見放されてんじゃねってぐらいついてなかったよな。月で終わらしたくはないけど、ほんまに噛み合ってなかったんですよ。この時点でですね、僕が思ってたのは、もう聖愛のエースはこの5回までで終わりやと。終わりっていうのはその全ての球を山田の選手に見切られてるし、もう投げる球なかったんですよね、5回ぐらいまでで、うん、いや5回までは通用しましたけど、なんとかギリギリね、無失点ですから、無失点やけど、その内容的には毎回もうあとね一本出れば余裕で逆転みたいなところまで毎回追い詰められてて、でこれはどういうところで僕見分けたっていうと、聖愛のピッチャーって変化球ピッチャー、スライダーピッチャーで、まあコントロールいい系の投手なんですけど、もうその右バッターの完璧に決まってる外スラがライト方向、逆方向にしっかりクリーンヒットされてるっていうところで僕はもう見切りつけてましたね。もうあれが全てで、左バッターは結構生命線となるチェンジアップをしっかり見られたり、ファールにされたりヒットにされたりっていうのが見れてましたんで、もうね投げる球ないんですよ、ほんまにね。そのピッチャーがいい弱い、いい悪いとかではなく、もう見切られてる、研究されてるのか何なのか分からんけど、対応済みですって感じだったんで、だ僕はほんまに X でもこのタイミングでツイートしたんです、先読みでね。もうピッチャーは見切られてるので投手交代した方がいいですと。で青森山田は投手交代しなかったらこのままいけば絶対勝てます。でこの時点でですね、山田5回でね、山田が安打7安打聖愛が1安打で、スコアは2対0なんですけど、聖愛がね1安打の2対0なんで、その関くんエグすぎて、もう流れ完全に青森山田なんですよね。っていうのはもう5回まででこう分かってたことで、6回実際にねピッチャー引っ張りました。で2アウト満塁まで行って、これもすごかった、これもすごいね、まああんまないシーンなんだけど、2アウト満塁、ピッチャーフライパーンと上がりました。で風も強いっていうのもあってピッチャーフライを取れなかったんですよ。取ってたら多分これ聖愛勝ってたよ、分かるやろみんな、聖愛の人見てるか分からんけど、取ってたら勝ってたからな。ピッチャーフライを取ってたら勝ってました、あなたたち甲子園行ってました。でピッチャーフライを取れず、次の球かな、ホームラン、絵に描いたようなね月の見放しというか、これまで聖愛がつきまくってたんですよ、初回からずっと。もうピッチャーが桜田投手、関投手のこのね交代のドタバタからずっと聖愛に月が行ってたけど、ここで月見放しましたよね。ピッチャーフライやで、甲子園かかった試合やで、いや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 、死んでも取れよ、死んでも取れよ、マジで取り決めしとけよそれぐらいって感じでしたよね。いやまあ僕は青森山田友達いてるから応援はしてます。でも勝敗予想は聖愛が勝つと予想してました。で実際この試合をリアタイを見てて、俺は山田が有利やと思ってたっていう感じの見解なんですけど、死んでも取れやなあ、何しとんねんほんま。逆転満塁ホームランを下級生に打たれました。これね山田のねやっぱこの 1,2 番の下級生、これえぐいわ、俺多分これ新聞で出します、こいつらマジでえぐい、えぐいというかもう怖いもんな 1,2 番で、ここだけは、まあ、4と1,4 怖い。でもまあ他の右バッターもね、まあ俺の友達もそうやねんけど、ショートの子もね5番バッターの子なんか良かったね。でもやっぱねその山田選手勝負強いというか、なんか持ってるわ、これで甲子園出れるんやからな。聖愛のね月の見放しがあって、月一回見放したらもう帰ってこないんですよ、9回表。何があったと思います皆さん。本来やったらこのタイムリーヒットで走者2者生還やったんですよ。でもこのタイムリーヒットがまさかまさかのイレギュラーでエンタイトルツーベースになったんかな、なので走者帰れず。こんなことあるか、決勝戦でさ、どんな決勝戦探しても俺こんなシーン見たことないですわ。てぐらい聖愛はもうあのピッチャーフライで月見放してるから、もう帰ってこなかったんですよね、最後の最後まで。で山田に関してはもうギリギリの状態で勝ったっていうところで、まあ山田は関投手のおかげや、ほんまにもう全部関投手が呼び込んできた流れやから、これ
あの場面ずっともうなんて言うんだろうな、2対0、1安打のまま5回までピシャーって押されたから、うん、いや状態は良くなかった関投手。俺が見てても絶対構成の時の方が良かったです。もう全然違います。スピードは150に出てたけど、構成の時の方が絶対良かったんですよ。今日はあかんなって思ってたから俺。いやー、まあなんかどっちにもどっちも言えるって感じですよ。聖愛はほんまに月見晴らしてるし、山田に関しては関投手が呼び込んだ流れをしっかりね、噛み合わんかった中でも、一番まあ苦しかった中でもこう勝ち切れたっていうところは評価できるんじゃないでしょうか。まあなんか僕からすればね、別にその上から目線とかではなく、青森らしくない試合というか、なんか青森の決勝って僕のイメージ結構ね、実力差がドーンと開いた決勝戦になるっていう印象やったんですけど、今大会のこの青森大会のレベルの高さを物語るような感じでしたよね。ただ明らかに山田の方が消耗してたっていうのは間違いないですね。戦ってきた相手が違うんで、そういうね、いろんな要素が噛み合って噛み合ってのっていうところではあったと思うんですが、まあでもね、僕の友達がいる青森山田をもう一度甲子園で見れるっていうのは本当にね、楽しみです。まあ春指摘しまくってた、名采配なんしとんねんこれっていうのは特に決勝見ててなかったですね。投手交代ぐらいですかね。何があったかちょっと分かりませんが、よく選手やりましたね、お互いね。いい試合見ました。本当に青森山田甲子園応援します。君たちは間違いなく甲子園 A 評価以上の評価をつけさせていただきます。いやー、いいチームだ、いいチームだ、よく来た、あの春の状態でよく甲子園来たなって感じなんで楽しみにします。はい、それでは皆さん、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。